はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志で村上義清を外交一切禁止縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。難易度は、いつも通り超級に設定してあります。で、加えてですね、今お話したように外交コマンド、工作、交渉、贈り物、連合、朝廷、役職と全ての外交コマンドを禁止するという縛りを自分に課してプレイすることによってですね、さらに難易度は飛躍的に上がっているという今回のプレイになります。で、前回までにですね、上杉勢から土井市場、こちらをですね、もう再三にわたり攻め立てられているものの、なんとか守りきっているという状況の中ですね、この楽岩寺正方がですね、敵方に内通しているという衝撃の事実が発覚しました。まあ、ただ内容して、まあ、敵方に寝返るというところまではいかずですね、まあ、不戦、戦わないというところですね。まあ、わかりやすい例で言うと、関ヶ原の戦いで、吉川広家、西軍に属していた毛利方の、一部隊、吉川広家が不戦、まあ、戦わなかったですよね、東軍と。まあ、それに近い形でですね、この楽岩寺が、敵が攻めてくる中戦わず、とはいえなんとか桂尾城から出陣した村上義清で撃退したというのが前回になります。まあ、今回ですね、この楽岩寺の処遇をどうしようかなというところですね、ちょっと思案しているところなんですけども、このじゃあ楽岩寺ってどんなものなの、どんな武将なのっていうところなんですが、我が村上家においては統率武勇が70を超えているというのがあってですね、実は結構優秀です。ただ画面下に出ているように命令に反論することが増えている、明らかに不満を抱えているようだということでですね、まあ実際今回不戦だったということもあるし、不満を持っているというのが出てますよね。まあ、贈り物を送って抱え込むか、もしくは出陣させないか、まあどちらかになるかなと思ってます。ちょっとこの時点でね、初段をするにはちょっとね、戦力的にも武将数的にも厳しい、自らが厳しくなるだけなんで、まあ、それは少し避けたいなという思いもありますので、しばらく出陣させずに忠誠をね、回復させるっていうのを考えていきたいなと思ってます。村上家臣、楽岩寺城主、元は楽岩寺の僧であったということですね。まあ、まずはこの楽岩寺がさっさと、戻ってほしいんですよね、自分の所属している砥石城に。そうしないと結局のところ兵糧を無駄に使ってしまうというところなので、まあそれはね、できるだけ下げてもらいたいなという思いがあるので、やめてもらいたいんですけどね。そしたら、どうしようかな、調略かな、怪獣策を、まあ今のところ長尾家から攻められる、北にいる長尾家から攻められるっていう心配はないんですが、まあ、この先どうなるかわからないですからね。今の状況はですね、南にその小諸城から下が上杉勢、そして西にこの深志城から西が武田勢で、さらに北に長尾勢とですね、まあ、三大国に完全に囲まれた状態です。なのでなかなか進出のチャンスがないんですが、この三大国が争い始めたところに、まあそのハイエナ的なね、行動を起こして一つでも二つでも城をかすめ取る、まあ、こういう作戦でなんとか生き残りをかけていきたいなと思ってます。で、今内政で特にできることがないのかなというところなので、どうしようかな、米もちょっと売っておきたい気もするけど、建設ができないしな。進出がね、できるようになれば進出をして米なりお金なり兵士なりっていうのをね、増やしていきたいと思うんですが、まずはこの楽岩寺がさっさと城に戻ってくれと
表情を始めましょう。先月の収支です。いうところですよね。今水田になってないところがあれば水田にしていきたいなと思うものの、全部水田になってるねってことは考えも不要だし、整備はね、その今桂尾城と砥石城の間の街道は後に整備し直しました。これは砥石城が今攻められることが多いので、砥石城とか攻められるという時に桂尾城から迅速に兵を出すためです。で、逆にこの周りを整備してしまうと敵の進軍速度が上がってしまう可能性があるので、ちょっとそこはねまだ見送りたいかなと思ってます。そしたらちょっと鉄を買っておきましょう。まあ、一刻も早く本当に兵を引き上げてほしいんだけどな。無駄に兵糧をね消耗してますからね。それとも自分で帰れって言わなきゃダメ？先月の収支です。あ、ごめんなさい、自分で帰れますね。さっさと帰りましょう。とにかく砥石城、まずは砥石城の防御力を高めること、これが1にも2にも重要になってくるので、まずは回収をねガシガシ入れていきましょう。縄文は増形門にしたし、堀も石垣にした。で、出丸でいうと馬出しを本当に必要かというところですよね。だったら櫓を鉄砲銃管にして、最終的には炭櫓とかにしていく方がいいのかなという気もしますよね。ってことは先に馬術とかをこなしておくのがいいのかな。砲術、鉄砲伝来前だからまだ概念がないと言われてしまってますので、じゃあ馬術を入れておきましょう。で、その上で回収で馬出しをまあ作っておきますか。最悪ね、包囲されるっていうこともこの先考えて。で、米が9月になって10月になって補充されたので、米を売ってまた金を得て、その金で鉄を買いましょう。先月の収支です。できれば資源はお金をね払って買いたくないんですけども、現状はどうしても資源がない土地になってしまっているところがあるので、まあどうにもならないですね。ここに関しては上杉の城に対して怪獣がかけられるのはこの箕輪城にいるこの大石貞秀だけか。なんかこの先ね、武田とか長尾とかが侵攻してきた時に本当に耐えられるのかっていうとね、ちょっと自信がないですよね。ここまで周りを囲まれていると。ありがとうございましたと言っている砥石城から敵1万か。出るとするか。では例によって桂尾城から吉木を出陣させましょう。出るぞ。必ずや勝つ。ガグゼン寺はちょっと今回出すのは怖いので、楽願寺ですね、楽願寺は出すのはやめましょう。再びこの砥石城にこもって籠城戦を展開していきましょう。ちょっと今砥石城とその桂
桂尾城で武将の数が4人っていう形で桂尾城なんかちょっと少なくなってますので、桂尾城に1人武将を派遣していきましょう。かかれ、いきます。お任せください。どうした、引っかかってるな。かしこまりました。まあ、ただ門は増型門に変えてるのでね、防御力は多少なりと上がってるはずですね。承知いたしました。逃げるなら今のうちよ。引け。これで決まりだな。真田幸高を撃退しましたね。これでなんとかまずは敵の先鋒隊を撃破。まあ、このままこもってるだけでは面白くないですからね。どっかでやっぱり反撃ののろしを上げていきたいところにはなるんですけどね。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。どうしようかな。まあ商いを入れておくより先に馬術を入れておきましょう。まあやっぱり合戦で勝つためにやれることをやっておかないとというのがありますからね。で、上田長岡家より使者が来ている。何でしょうか。同盟を結びましょうと。いやー、外交はね禁止してるんですけど、相手から壊れたらねやっぱりしょうがないですよね。ここは承諾しましょう。とはいえ上田長岡家ってここか、なんか助けてくれるのかな、なんか助けてくれる気はしないな。やっぱりだ、援軍としては要請できないですね。まあこのあと上田長岡家がもうちょっと寄ってきてくれたりすれば別ですけど、ここまでは来てくれないとなるとやっぱり自らで守るしかないですね。敵の兵力をもっともっと早く減らすために、矢倉周りをねもうちょっと強化していく必要があるかなという印象ですね。お、ここは一気にむしろ打ち取りにかかろう。敵将を捕らえて一人一人成敗して敵の勢力を削っていくっていうのが一番いいかなって感じですね。行くぞ。さあ最後長野隊2500ですね。なんとか敵の兵1万を退けられそうなので、まあこのまま反撃の機会を待つしかないのかな。なんかちょっといい作戦があればいいんですけど、まだ大国同士が戦争を始めてないので
ちょっとね、付け入る隙がない。大国相手にいきなり喧嘩を打っても、まあ勝ち目がないので、やっぱり大国同士が争いを始めたところで城をかすめ取る。っていうね、ハイエナ作戦をやっぱり展開していくしかないですからね。さあ、さっさと騎乗しましょう。一刻でも早く騎乗して、兵の回復と、なんといっても城の修復ですね。いやーもったいないな、アミーズミ、まあ、ただ死んでもらいましょう。あ、逃がしちゃった。処罰しようと思ったのに。これでね、上杉側が感謝しようってなってくれればいいんですけど、彼ら絶対ならないですからね。鉄砲銃眼を配置するためには鉄砲が伝来してこないとダメだから、まだ建てられないんだなとなると、馬出しは作ったものの出城が本当に必要かというと、まだ必要ないよね。であればどうだろう、回収に関しては一通り終わったでいいのかな。天守を拡張したとしてもな、というか山城だから三層天守までだもんね、そもそも。となるとあとは城郭施設系か、必要な木材とかがないとっていうこと言われてるので、まあ車を作るために木材をかき集めますか。まあ、ただねお金がないんでね、ここに関しても。何、須田光親が木曽義康家にお仕えいたすということで出奔か。おい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 、須田君、そりゃないだろう、出奔するかね。ここに来てちょっとあれだな、家臣の統制が乱れているな。ご命令を先月の考えると積極的に家臣のもとに行って友好を高めましょう。忠誠が低い武将に関しては積極的にちょっと行かないとダメだな。ちょっと一人一人回っていこう。やることがないときは投資でもしておきましょう。投資に関しては資源をね著しく消耗するというわけではないので。こうなるとでも本当にあれだな、しっかりと家臣の忠誠も見ておかないと、これ以上裏切り者が出るとまずいですね。もうちょっとな、早く進出したいけど、まあ実際問題お金がないからな。まあ、ボーナスをね、ちょうどもらったところなんですけど、まあ、3月に大遠征、6月に大遠征ということで、遠征をいくつか控えているので、一気にね、お金を使うというわけにもいかず、
4分の1ずつ使おうかなと思ってます。ここ上杉の話ですね。扇屋上杉と山内上杉が有名な川越野戦になりますかね。これでどうなんだろう、上杉勢が弱体化するのかな。これで勢力図がちょっと塗り替わったのかどうか確認しておきましょう。これね、上杉ではなく北条が大きくなったらそれはそれで困る。いやー、一気に北条だな、関東は。本当にこれを見ると勢力図的にはどうでしょう。押し城と平井城、国峰、さらには小諸が上杉勢の城になってますね。これむしろ今だったら落とせるんじゃないか、小諸。そんなに兵数いないでしょ、だって。ってことはちょっとこの後偵察隊送ってみましょうか。これで小諸城に1992、まあ約2000の兵か。小諸城欲しいんだけどな。武将としては今一人か。ってことはうまく攻めれば攻められないことはないんですよね。どうしようかな。一番いいのは今武将が一人しかいないので、これをチャンスと見て、これを機に一気に攻め込む。で、敵の援軍がどれくらい来るかがちょっと読めないんだよな。国峰、まあ最低2000はいるでしょうと。ちょっと人当たりだけかけてみますか。で、どうにも、ならなければすぐに撤退してくればいいだけですからね。このままうちうちとしてると本当にただただ滅ぼされるのを待つだけになってしまうので、ちょっと小諸城の方に出陣してみましょう。出陣するぞ。出るとするか。ここを合戦に持ち込みましょう。進め。行くぞ。お任せください。いざ参る。こんな日もよしよし、うまいこと城の外に出てきてくれたんで、これを撃破して一気に城を取りましょう。これもしかしたら上杉が弱体化したことによってチャンスがあるかもしれないな、本当に。ただ屈強な北条勢と戦うなんてことはとても考えられないけどな。続きなさい。よし、ここも敵が城門の中に入りきってないので一気に削りましょう。
にゃー、逃げられた。惜しかったな。もうちょっとでね、敵を殲滅できたんですが。敵城門突破しました。ここは引きます。よし、これで小諸城を守備よく手に入れたぞ。マジか、何なんだこのうまい感じ。信じられないぐらい小諸城をサクッと取ったけど、これはやっぱりさっき上杉勢が北条勢に散々にやられたのが影響してるのかな。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり。騎乗する。よし、小諸城を取った。ただ小諸城を取ったからといっていいことばっかりではないんですからね。急いで小諸城に人を入れましょう。まずは何はともあれ、八代正国にしかいないのか。武将が少ないな。どうにもならないぐらい武将が少ない。なんとか武将の数増やしたいんだけどね。まあ商談していきましょう。ここは何、小諸城に対して6000。武田か今度は。マジか。ちょっと待ってくれ、今この小諸城の耐久度じゃどうにもならないぞ。マジか。いやー、今取ったばっかりの小諸城を明け渡したくない、明け渡したくないので、ギリギリになって出陣しましょう。いや、桂尾城はもう出陣しないとむしろ間に合わない。いやー、いよいよここから武田との争いになっちゃうんだ。小諸城をね、守備よく取ったというところまでは良かったんですが、この先は今度は武田、上杉のように天皇主義感じてはないと思うんですが、武田と戦っていきましょう。というところで時間も良くなってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。